はい、では今日は、高知県の白ナスを使ってカレーを作っていきます。綺麗ですね。ではまず、キャノーラオイルで火をつけます。で、シナモンスティック砕いたやつです。中火から強火で大丈夫です。シナモンスティックの周りにふつふつと泡が湧いてきて香りが出だしたら、玉ねぎスライスです。で、カレーリーフで、マンテです。入れていきます。で、ニンニク生姜のみじん切りです。ししとう、これもみじん切りです。しっかりと混ぜながら炒めていきます。玉ねぎが色づいてきたらカシューナッツを入れます。カシューナッツです。無塩のものです。混ざり合ったら、カットトマトの缶詰を入れます。しっかりと混ぜ合わせます。で、混ざり合ったら火を弱火に変えて、ターメリック、チリパウダー、カイエンペッパーパウダー、
で、生トゥナバハ。で、塩。で、しっかりと混ぜ合わせます。で、混ざり合ったら、先ほどの白ナスです。一口大のカットです。切り方はお好みで大丈夫です。入れます。で、混ぜ合わさったら火を中火ぐらいにして、蓋をして煮込んでいきます。ナスから水分が出てきますので、時折混ぜてあげながら、10分から15分煮込んでいきます。ナスがトロトロになるまで煮込みます。弱火から中火に変えます。はい、5分経ちました。だいぶナスから水分が出てきてます。でナスも少し柔らかくなってきましたが、このまままだ煮込んでいきます。はい、10分経過しました。ちょっと様子を見てみましょう。いますかね。だいぶとろっとしてきました。あと5分煮込みます。15分経過しました。ナスが柔らかくなって、グレービー部分もしっかりと濃度が出て完成です。今から天王寺みよに持っていきます。皆さん食べてくださいね。